ソニア・ガンディは、インドの政治家。統一進歩同盟議長、インド国民会議暫定総裁。イタリア北東部のベネト州ビチェンツア県ルジアーナに生まれ、カトリック教徒の家庭で育つ。1964年に、イギリスへ留学し、ケンブリッジの語学学校で英語を学ぶ。そこで、 ケンブリッジ大学に留学していたラジーブ・ガンディと知り合い1968年に結婚した。二人の間には1970年に長男ラアーフル、1972年に長女プリアンカが生まれている。ラジーブの母のインディラ・ガンディは当時インドの首相であったが結婚してしばらくの間はラジーブもソニアも政治に関わることはなかった。しかしラジーブは 弟のサンジャイガンディが1980年に飛行機事故で死亡すると正解に入り、さらに1984年に母のインディラが暗殺されると、その後を引き継いで首相に就任することになる。そして、ソニアはインドのファーストレディとなった。1991年にラジーブが暗殺されると、国民会議はナラシン・ハラ・オの下で同年の総選挙に勝利したが、 次の1996年総選挙では敗北する。統制を取り戻そうとする動きの中でソニアに期待がかかるとソニアは1997年に国民会議に入党し翌1998年3月14日には総裁に選出される。1999年4月当時のバジパイ首相の新任決議がロークサバーで否決されたことにより 第一党のインド人民党を中心とする政権が崩壊すると国民会議が第二党だったためその総裁であるソニアが首相候補として上がったが多数派工作に失敗し組閣は実現しなかった会は結局解散され同年の選挙でソニアは議員に選出されるがインド人民党が勝利したため国民会議の政権獲得はできなかった 選挙後ソニアは下院の野党院内総務を務めた。2004年総選挙では国民会議を勝利に導き政権奪還を果たす。選挙後の5月15日にソニアは国民会議の両院議員総会で首相候補として選出され、そのまま首相に就任するかと思われたがイタリア生まれであることが批判されていたこともあり、5月18日の両院議員総会で 首相就任を誇示し、代わりに、マンモハン半身を首相に指名した。2006年3月、下院議員と国家諮問委員会議長を辞職した。同委員会議長を務めていることが、国会議員による、有給職の兼務禁止の法律に触れているという、批判をかわすためとみられる。その後、 同年5月実施の会員補欠選挙に改めて出馬し、2位の候補に大差をつけて圧勝した。2019年、ラーフル・ガンディが国民会議派総裁を退任したため、国民会議派暫定総裁に復帰。長男のラーフル・ガンディも政治家であり、2004年に会院議員に選出されて以来その職にある。また、国民会議の幹事長も務める。 長女のプリアンカ・バドラは、正解入りこそしていないが、国民会議の応援演説を積極的にこなしている。人気も高く、祖母であるインディラ・ガンディの再来だと言われることもある。ありがとうございます。